ジム・カビーゼルは、アメリカ合衆国の俳優。代表作品に、ファッションのイエス・キリスト役、CBS の SF 犯罪ドラマシリーズ、パーソン・オブ・インタレスト犯罪予知ユニットの、ジョン・リース役がある。デビュー時の1990年代は、ジェームズ・カビーゼルとクレジットされていた。ワシントン州マウント・バーノン出身。カビーゼルという珍しい姓は、ロマン主語のもので、 父方からスロバキアとスイス、母方からアイルランドの血を受けている。また、家族が経験なカトリックだったため定期的に教会に行っていた。学生時代はバスケットボールチームに所属し、NBA に行くことを夢見ていたという。大学でもバスケットボールを続けていたが、足の怪我のために断念。演じることに興味を持つようになった。ちなみに、青春ドラマ、 素晴らしき日々にゲスト出演した際は、バスケットの経験を生かして、高校の花形バスケット選手役であった。1991年に映画デビューしたが、1998年のシンレッドラインで主役に抜擢されるまで早くが続いた。シンレッドラインを契機に以降は、主役級の作品が増え、次に主役を演じたオーロラの彼方へ、 2001年サターン・アオーズ最優秀ファンタジー映画作品賞を受賞した。また、X ・メンのスコット・サマーズ、サイクロップス役に一時は起用されたものの、オーロラのカナダへの撮影スケジュールとの兼ね合いで交番している。2004年に賛否両論を巻き起こしたファッションではイエス・キリストを演じた。2011年から2016年にかけて CBS のドラマシリーズ、 パーソン・オブ・インタレスト犯罪予知ユニットに謎の奥万長者のもとで時計団として活動する元 CIA 捜査官ジョン・リース役で出演。この番組はシリーズパイロット版としては過去15年間で最高の視聴率を記録し放映後は毎週1000万人以上の視聴者をコンスタントに獲得した。リース役で2014年2016年に People's Choice Award の 好きな TV ドラマ俳優部門にノミネートされている。1996年に結婚し、養子として引き取った3人の子供がいる。夫婦共に中絶に反対する敬験なカトリック教徒で映画パッションの公開以来、宗教的な発言者としても注目される。2021年、オハイオ州のレマ聖書教会で行われた、 健康と自由の会議にビデオ出演し、いわゆるリベラルエリートが秘密裏に子供の人身売買を行っており、子供たちからアドレノクロムと呼ばれる薬物を抽出しているという Q アノンの陰謀論を宣伝していたことが明らかになった。ありがとうございます。